それでは FS125 周回数30周スターティンググリッドご紹介してまいりましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー78番スクーデリアスフィーダ角熊亮大。4連勝したらこれはすごいことですよ。シリーズチャンピオンに向けて大手と言ってもいいぐらい、まあ、東地域の、ね、動向も気になりますけれども、角熊このまま逃げていくことができるか。続いてセカンドカーナンバー33番ワンポイント安藤かなと、予選の時と同じメンバーがフロントローとなっております。3番グリッド、こちらも予選と一緒です。カーナンバー34番 A チームバズモータースポーツ宮島光雅。4番グリッドには予選で2ポジションのアップカーナンバー46番 HRS ジャパン山口太陽。5番グリッドカーナンバー8番ですアッシュ鎌狩和樹。6番グリッドカーナンバー24番デルタモータースポーツ玉橋陸人。以上がトップ6です。以下7番手81番ティームエマティ浦部和久、8番手25番スクーデリアスフィーダ岡本信彦、9番手50番ルーチェモータースポーツ川崎光、10番手77番ワンポイント旅行 .com 北野優斗、11番手29番原田カートクラブ大石春樹、12番手14番ラムレーシング斉藤拓人、13番手44番ティームクレッセント菊田悟、14番手27番原田カートクラブ金山海里、15番手22番 KC 長原小川亮介。以上ですね、金山と小川は後方からの追い上げという形となりました。今シーズン FS125 クラスは開幕戦で突然の豪雨に見舞われるという波乱の幕開けとなりました。第2戦オートパラダイス御殿場大会もレースウィークを通じてお天気がどちらに転ぶかわからないというような、そんな不安定なレースウィーク、そして第3戦神戸はまさに灼熱といったところ、周囲の最高気温が36度とか7度とかなる中でのレースとなりました。この第4戦は台風が迫っている中でのレースとなりましたが、この決勝の間はまずまず大丈夫だろうというところです。私の持っている雨雲レーダーでは雨が落ちてくるのは3時半以降です。だいたい3時40分くらいから雨が来るという情報が入っています。ギリギリドライコンディション、ウェットを狙っていたドライバーにとってはもうちょっと早く来てくれればよかったのにというところかもしれません。4コーナーの手前からスピードが落ちていきます。ポールシッター角熊、横は安藤、3番手宮島、4番手山口。山口太陽も今シーズンずっと本命視されていながらまだ優勝のないドライバーです。そろそろ来るか。最終コーナーから立ち上がってきます。スタートは切られました。さあ角熊いいスタートだ。山口が狙っていくか。3番手に1台がオーバーランしたのは斉藤だ。斉藤がオーバーランして止まってしまいました。1コーナーです。トップは角熊、2番手安藤、3番手には宮島、その後ろから山口ぴったりつけています。その後ろに玉橋と鎌狩、ここまでがワンパック。6コーナー鎌狩飛び込んでくる。鎌狩飛び込んでワンポジションのアップ。鎌狩5番手に浮上、6番手に玉橋、7番手には岡本、8番手には川崎、9番手に浦部と、ここまではアンパクとなっています。2コーナーから3コーナー、さあ3番手4番手あたりが動きがあったか。3番手宮島が前にピタッとつけて4コーナー入った。宮島光雅、安藤かなとのインサイド飛び込んでいきます。そして後ろから山口太陽、6コーナー鎌狩も突っ込んできた。安藤からと大きくドロップ、トップ野熊がこれで早くも単独になりました。野熊陣営、後ろが大きく広がったことを両手を広げて野熊に伝えます。野熊にとってはこの序盤をしのいだことでかなり余裕が出てくるんじゃないかと思います。
2番手宮島、早い段階でバトルに出ていきました。3番手に山口、ドロップしてしまった安藤は現在5番手、6番手の玉橋までが一段となっています。アイクリックタイヤを使いますので S125、 終盤になってタイヤが垂れてくるドライバーも出てくるものと思われますが、マネジメントの方はうまくいっているでしょうか。6コーナー、スノクマ1人ゆうゆうです。2番手以降はまた縮まってきました。後ろの川崎光や岡本、浦部、さらに小川ぐらいまでも一段となりまして、トップ集団10台です。小川は先ほど予選ヒートオープニングラップで1コーナー大きくアウトサイドにクラッシュをしてしまった。マシンのリペアが必死になって行われていたそのドライバーですが、この決勝を追い上げてきているというのはかなり立派な状況ですね。今年の CRG はいいと関係者が口を揃えて言っているそうです。さあ、角熊にしても小川にしてもその CRG に乗って快調で走っています。コーナーからの立ち上がり、まだまだ序盤です。帰ってくると6周終了。空は4コーナーの先は青空が見えていますが、6コーナーの先はもう真っ暗です。多分向こうではかなりの豪雨になっているんじゃないかと思われます。そんな中、ドライコンディションで一日で一番暑い時間帯を迎えております。ただ路面が日差しが照りつけているというよりは大きな雲に覆われていて、路面温度が上がったら嫌だなと思っていたドライバーにとってはちょっと楽な展開になっています。さあ、先頭集団なんですけれども、7台、先頭集団は7台、そこから数台がドロップをしております。最終セクションから立ち上がってきた2番手は宮島、3番手山口、4番手鎌狩、5番手安藤、6番手には玉橋、7番手川崎、ここまでが一段となっています。さあ、小川と岡本は小川の前に出てきましたね。前からはかなり離れて別の集団にはなっているんですが、一騎打ち状態で岡本と小川入れ替わっておりまして、ここが小川が8番手、岡本が9番手でホームストレートを通過しています。8周終了、9周目、トップ角熊よりも2番手宮島の方が早いタイムで周回をしています。後ろの山口対応にかなりのプレッシャーをかけられながら、宮島光がここはでもね、山口も仕掛けない方が賢明ですよね。前の角熊をとりあえず追わないといけないわけですから、今日角熊に勝たせるわけにはいかない。この2番手以降のドライバーにとってはしばらくバトルを休戦してでも前を追っていかないといけない。宮島光が結構なスピードあるんです。山口はそれ以上にありそうですけれども、さあ、角熊のなんとかこの独走を止めるために削っていきたいところです。さあ、ここで浦部和久が帰ってきました。残念ながら浦部がここでリタイアとなっております。さあ、北野優斗や菊田さんというのは本当に悔しいので、ストップという形になっています。現在コースを周回しているのは12台、トップ2は角熊と宮島がほぼほぼ今回のわずかながら宮島の方が速いというタイムです。山口太陽らはそのスリップに入ってトップ角熊を追いたいところ。さあ、山口にコーナー飛び込んだ。さあ、これは先頭交代がそれともバトルなのか。後ろ宮島候補はついていく。さあ、山口の方が速いとなったらバトルしない方が得策だが、6コーナー宮島返していく。後ろ鎌狩、後ろから鎌狩が突っ込んでいって乗り上げてしまった。鎌狩がドロップ、その隙を安藤彼方が抜けてきまして、宮島2番手、3番手に安藤、4番手山口、その後ろ鎌狩、
細かにフロントフェアリング大丈夫か、その後ろから玉橋、さらには川崎と一緒となりました。わあ、これトップ2また振り出しに戻っちゃったか。なんかね、近づいていけそうな雰囲気だったんですけれどもね。さあ、これで宮島工科の後ろは安藤かなとという形になりました。宮島はともかく安藤がどう動くかです。いや、角熊助かってます。今シーズンは本当展開にも助けられています角熊良大です。2コーナーから3コーナー完全に単独となりました。レースは中盤、宮島はここまで削って削って削ってきた角熊とのタイムギャップ、山口の2コーナーの飛び込みによってバトルモードに入って、さらにその後ろ6コーナーでのバトルによって完全にまた差がついてしまった。これは角熊良大の開幕4連勝が固い感じになってきましたよ。帰ってくるとレースは早くも折り返しです。後半戦に入ります。この中山カートウェイに昨日入った時、一番話題として聞いているのが CRG のドライバーがチャンピオンを取ったのはいつのことだという話題でした。そうなんです、今まで全日本でチャンピオンを取っていたドライバーの中に思い出しても思い出しても CRG が出てこない。オレンジ色といったら鈴木優也だったなと思うんだけど、あれはソディだったから CRG じゃないな、じゃあ誰だ、関係者に聞き込んで回ったところ、どうやら大脇にまで遡るんじゃないかというところでした。皆さん、大脇って言っても誰ってハテナマークが飛ぶんじゃないでしょうか。1990年代のドライバーです。90年代ひょっとしたらもっと前かもぐらいのドライバーです、大脇さんです。さあ、この大脇輝雄以来の CRG のチャンピオンが生まれるかもしれないような角熊良大の現在独走となっています。風が強くなってきました。コース上です、雨は落ちてきていません。仮に今雨がどっしゃんと落ちてきたとしても、あの開幕戦のあの走り、角熊良大にとっては雨など怖くありません。メインスリックで一気にその腕を見せた、あの鈴鹿での衝撃的な優勝、最終的には赤旗ではあったんですけれども、角熊のマシンコントロールは群を抜いていた。アデットの方がレインであってもスリックタイヤで練習をさせられた、それが実を結んだと言っていました角熊良大です。少々コンディションが変わっても問題ないでしょう。残り周回数は12周。2番手宮島工科ですが、角熊のタイムには及ばなくなってきた。これは3番手安藤が後ろについていたりすることももちろんプレッシャーになっているんだと思いますけれども、かなりバトルしてますからね、タイヤ的にきつくなってきたかもしれないですね。トップの角熊は全然バトルしてない。2番手以降はかなりバトルにタイヤを消耗している。それがこの辺りからじわじわ出てきているものと思われます。トップの角熊のタイムになかなか追いつかない2番手以降です。さあ、一方2番手争いはもはや表彰台をかけた戦いということで、宮島と安藤と山口。さあ、山口太陽は今シーズン3位が2回です。表彰台はなんとか取っておきたい。宮島工科は開幕戦に鈴鹿で2位に入っていますが、その後が思ったような成績は残せていない。安藤かなとは今年開幕戦から出る予定だったんだけれども、当日発言をしてしまって、このコロナの感染症の真っ只中でありました。3月の後半でした。念をとっても欠場という苦渋の選択をし、第2戦から出てきたドライバーです。安藤かなと今シーズンの最高位は御殿場の4位。さあ、初表彰台になるか。バックストレートエンド、2番手3番手テールテールオンです。5番手には前回初表彰台を取った浜狩、
6番手には玉橋、7番手には川崎、ここまでが上位陣です。小川は8番手、前から大きく離れてしまいました。残り周回数8周、雲がどんどん近づいてきているのが分かります。一気にコース上が暗くなってきました。 FS125 路面温度が想定と違うというドライバーも、例えば大きいクラスだったら出てきそうなぐらい、多分この風とそれから雲によって想定されていた熱々の路面からは随分違ったコンディションになっているかと思われます。しかしこれは FS125 本件ほどには影響を受けないでしょうが、予選と決勝でバトルをしていたドライバーにとってはここからが踏ん張りどころ。スノクマはまた悠々といったクルージング状態に入ってきたけど、どうださっきの1周ぐらいはなんか余裕を見たかミスったかちょっと落としてますね。トップ2が近づいてきました。残り周回数6周だ。あら、スノクマのペースがなんだか急に落ちてきた。トップのスノクマのペースが、まあ、そんな後ろに一気に追いつかれるほどじゃないんだけど、なんか落ちてきましたよ。どういうことでしょうか。2番手以降が一気に近づいてきました。残り周回数は5周です。離してこのギャップではありません。追いつかれてこのギャップですから、この先若干苦しくなってくるか。スノクマ両大、さあこの1周30秒874、宮島は30秒827、ここは互角ですが、いやワンミス命取り状態になってきました。この終盤ワンミス、ツーミスぐらいまでは大丈夫かなというぐらいギャップは空いてるんですけれども、さっきみたいに急激に間が詰まるとえーっと思いますよね。さあどうだ、スノクマ後ろを意識してもう大丈夫というところで走っているか。残り周回数4周、さあこの1周はなんとか持ち直した感じになっております。2番手以降がもうバトルに入るだろうと踏んでいるか。実際のところ2番手、3番手、4番手争いはここからが本当の勝負になってきます。まもなく残り周回数3周、5番手の鎌狩和樹もだんだんと近づいてまいります。野熊亮大はもう大丈夫と踏んだか。でもタイム的にはまた落ちてますよ。後ろの方が速いです。まあ、追いついても一箇所を止めればもう大丈夫ぐらいのギャップにはなっております。野島兄弟、怒涛の開幕4連勝となるんでしょうか。下の方のクラスだったらともかく、この FS125 でここまでっていうのはなかなかないです。なかなかないことです。誰かやったかなと記憶を探っても開幕4連勝は出てこない。誰か言ってたらごめんねという感じですが、それぐらい珍しいことです。東地域のドライバーにとっても大きな脅威になるでしょう。さあ、スノクマが最終コーナーから立ち上がってまいりまして、いよいよファイナルダッシュ、あと1周走り切ればシリーズチャンピオンも見えてくる。スノクマ両大にコーナーへとアプローチ、そしてそれを追い続けていた2番手争いですが、最後のバトルという感じではなくなってきた。バトルのチャンスがありません。宮島と安藤と山口と川狩、このままチェッカーに飛び込んできそうです。最後の6コーナーでもバトルというにあと一歩が届かないまま、チェッカーのフラッグが用意される。スノクマ兄弟開幕4連勝。2番手宮島、3番手安藤、4番手山口、5番手川狩、6番手玉橋、7番手に川崎、8番手小川、そして9番手岡本、さらに最終コーナーから立ち上がってきまして、10番手には金山、11番手斉藤、金山最後にポジションを上げました。12番手大石、以上の12台がチェッカーを受けていきました。